久保さんまあ確かに役所の仕事もそうっすよね。なんかもう,もう絶対譲れないですよ譲きかないですよね。いやそう決まりがあるんで。すいません決まりがあるんで。決まりがあるんで。決まりがあるんで。いやすいませんそうな決まりなんでっていう。<laughs> でもね一人それを許しちゃうとねまあ、全部なんかいろんなこと対応してないといけないっていうのもあるので。 どっちが正しいのかって言われると、まあ僕はね、サポートする側の人間でもいたんで、ただね、やっぱね、それね、会社組織にいるとね、やっぱ無理なんですよね。難しいっすね、これは。でも僕は今一人なんで、もう自由に対応できます。僕の判断で。<laughs> 僕が決定権が、僕が現場にいて、しかも僕が決定権があるので、いくらでも対応できるんですけど、やっぱ会社だと、 決定権が会社だ。最終は決は会社ですからね。うんなかなか難しいですよね。うん、やっぱね、よりそのフレキシブルに生きるっていう、例えば、まあ会社で生きてると、例えばね、会社の,の仕事が、ただ会社のためを思ってね、仮に会社のためを思ってね、あの、 こう、現場がこういうふうにやればうまくなあのるようになると思いますって上司に言ったとしても余計なこと言うな、みたいなね。余計なこと言うな、みたいな。<laughs> なんかね、市役所、前ね、市役所で働いてた人とちょっとお話聞いてたんですけど、なんかね、頑張、仕事を頑張ってると嫌がられるっていう。お前頑張ってると俺たちも仕事せんとあかんぞ、みたいなね。わかります頑張って仕事をすると気嫌いされるっていう。 なぜならば俺たちもお前仕事しないといけないじゃないかみたいなそう頑張るんじゃねえよみたいな <laughs> 何なんでしょうね何なんでしょうね <laughs> いやーやっぱ一人で最高っすねうさんいってらっしゃい